藤原鎌たりは日本の俳優。本名は愛重雄。戦時中の芸名は藤原啓太。身長156センチメートル。実生活に根ざした芸風で知られた黒沢明作品常連の名脇役。女優の沢村貞子は元妻。他にアンネイップ、藤原秀臣という芸名も用いた。1905年1月15日。 東京市深川区に生まれる。家業の印刷や不審のため、10歳で、麹町の菓子屋に方向に出る。小学校卒業後14歳で、静岡の材木会社に就職、1年後に帰郷して、薬剤師を目指すが、浅草オペラ前世時代とあって、オペラ俳優に憧れた木の川俳優養成所に入る。卒業後、浅草金流館に出ていた、黒木健造に、弟子入り。 コーラスボーイとして舞台に立つ傍ら、小柄で押し出しも聞かぬことを自覚し、楽器を扱える役者を目指そうと、東洋音楽学校に通い、バイオリンを習う。関東大震災等で、オペラが衰退する中、川崎の映画館に学士として入る。結婚し一難を設けるが、妻を病で失う。その後、旧知の榎本健一に誘われ、カジノフォーリーに参加する。この時、 前和夫から藤原秀臣と名乗る。その後、プペダンサントに参加。佐藤八郎よりアドバイスを受けて、藤原鎌たりと改名。江野剣脱退後には、主役級として活躍するも、1933年、退座。映画俳優へ道を進む。初の映画出演は、PCL の第1回作品、音楽喜劇ろよ非人生。 pcl 時代は主に三枚目を演じることが多かった。1938年の合併で東方となった後も純専族から戦後に専族俳優となり約50年間にわたって東方映画で活躍した。第二次世界大戦中、皇室の中心たる藤原鎌たりをもじった芸名は不敬とされ一次改名を余儀なくされた。戦後は 黒沢明作品の常連俳優の一人として活躍し、生きるの市民係長役、七人の侍の百姓役など、計12本の黒沢作品に出演し、個性的な役を演じた。黒沢の隠し取りでの三悪人で、千秋実と演じた農民のコンビは、ジョージ・ルーカスのスター・ウォーズに登場する C-3PO と R2D2 のモデルになった。 また、戦前から、旅役者などの成瀬美キ夫作品にも、計17本出演している。その他、サザエさんシリーズの磯野波平役、薬師丸博子との共演が話題を呼んだ、セーラー服と、機関銃など、数多くの作品に出演した。1981年、訓四頭髄放送。1985年12月21日、老衰で死去。 80歳没。晩年は老衰と戦いながらの俳優生活だった。遺作は NHK ドラマ、冬かえ。1936年、沢村貞子と結婚するが、10年後に離婚している。秀子の車掌さん左は、高峰秀子。因は、黒沢明監督作品。ありがとうございます。